ーバードライブに関する2つ目の新システムはアクティブフロー。これは一種のボーナスタイムのようなものだね。対戦中に相手に向かって移動する、相手を攻撃する、相手のガードを崩すみたいな攻撃面における行動や、立ちガードでしか防げない相手の攻撃をガードする、無敵技で相手の攻撃をかわすみたいな防御面におけるファインプレーを重ねていくとアクティブフロー状態へ移行するよ。アクティブフロー発動の目印はこちら。このようにオーバードライブアイコンの周りに模様が表示されます。アクティブフローの発動中は攻撃力の上昇やオーバードライブアイコンの回復速度上昇といった効果を得ることができます。さらにアクティブフロー中はさっき実践してもらったエクシードアクセルが大幅に強化されるよ。技の演出が変化する上に、なんとダメージが通常の倍近くまで急上昇するんだ。ではこれからそのエクシードアクセルの変化を体験してもらいます。今回は初めからアクティブフロー状態になるように設定してあるので、そのままオーバードライブを発動しエクシードアクセルを使用するだけで構いませんよ。アクション、アクティブフロー、攻撃、ファイヤー、どうだ、攻撃、ファイヤー、どうだ、大義である。いかがでしょうか。このようにダメージが急上昇するので不利な戦況を巻き返すことも可能です。アクティブフローとエクシードアクセルの関連性についてもう一点補足があります。アクティブフローを未発動の状態でエクシードアクセルを相手に当てると、まこと、その後はどうなるかしら。それまでの行動とは無関係にアクティブフローが発動するね。その通り。その気になれば任意のタイミングでアクティブフローを発動できるということね。これは非常に重要なポイントです。そうなの。もうどうしてあなたは大事なことに限って覚えてないのかしら。いい？アクティブフロー状態ではオーバードライブアイコンの回復速度が加速するということはすでに説明したわよね。うん、そうだね。例えば試合の序盤でエクシードアクセルを決め、アクティブフローを強制発動させるとするわね。するとオーバードライブゲージの回復速度が加速するわけだから。あ、オーバードライブアイコンを再使用するチャンスがそれだけ早く回ってくるってことだね。まったく、ようやく思い出した。ただしアクティブフローは1ラウンドに1回しか発動しないわ。またアクティブフローの持続時間はオーバードライブゲージの再点灯に要する時間よりもやや短めよ。つまりエクシードアクセルで強制的にアクティブフローを発動させたラウンドではアクティブフロー状態でのオーバードライブを発動できなくなるということね。もっと言えば強化版のエクシードアクセルも使えなくなるってことか。なるほどなるほど。オーバードライブアイコンの回転率を上げるか、強化版エクシードアクセルのチャンスにかけるか、アクティブフローの使い方にも選択肢があるわけだね。ちょっと難しかったかしら。あくまでこれは応用編なので意識するのは慣れてきてからでも大丈夫ですよ。要するにアクティブフローが偶発的に発動した場合はそのチャンスを逃さないように、任意的に発動させる場合はそのタイミングを見極めるよう心がけるべしってことでしょ。そうね、初めのうちはその認識で十分よ。ういやつ。以上がオーバードライブに関する新システムの紹介です。それでは続きまして。あ、いたいた。二人とも頑張ってるみたいだね。あれ、ノエルンとマイだ。おはよう。ノエル？あなた今日当直だったかしら。うん、今日はお休みだったんだけど、二人がチュートリアルの指導教官を担当するって聞いたから
チュートリアルの合間にみんなでつまめるものを何か作ろうと思って。あこの匂い、この匂いはまさか。マイがあんまりにも美味しそうに味見してくれたから、クッキーこんなに作っちゃった。味見だけでお腹いっぱいになっちゃったよ。あー美味しかったな。やっぱりノエルのデスディナー。二人とも疲れてるでしょ。ちょっと休憩してみんなでこのクッキーでも。だーあーあ、どうしたの二人とも。いきなり大声上げて。ごめんなさいノエル、私たった今重大かつ下級な用事を思い出したの。今すぐ行かなくちゃ。ああもう間に合わなくなってしまうわ。あれ、ツバキも。実は私もそうなんだよね。そういうわけでこの場は頼んだよノエルン。マイ、私たちの代わりにこの子をきっちり指導してね。え、うん、それじゃ頼んだわよ。頑張ってね二人とも。ちょっと待って、待ってってば。行っちゃった。二人ともあんなに慌てるなんてよっぽど大切な用事なんだろうね。でも、どうしよう。二人がいなくなったってことは。私たちでチュートリアルを進めるしかないみたいだね。というわけで、ここからの指導は、私、マイ・ナツメと、ノエル・バーミリオンが担当させていただきます。よろしくお願いしますね。